皆さんごきげんよう、さきのです。今日は8月の毎日メイクをやりたいと思います。久しぶりの何々月メイクですね。で、ただただちょっとメイクするのもつまらないなと思ったから、インスタグラムで皆さんからこんな感じでね、いっぱいいっぱい質問をいただいたので、質問に答えながらちょっとメイクをしていきたいなと思います。久しぶりですね。この前も毎日メイクやった時は恋愛系の質問が多かったので、それに答えたりとかしたんですけど、今回はちょっといろんな質問を混ぜてやってみました。よかったらね、インスタグラムとかもね、最近なんか私のブランディングチームみたいなやつができて本当に嬉しいんですけど、その方たちと先ほどのインスタをどうやってやればいいのかとか、もう私が本当にわからないタイプだからやってもらってて、本当に頑張るところなので、よかったらねフォローしてください。本当に映え難しいよね。私があげたくなるのとかってすっごい、なんか落ちてる靴下とかめっちゃ言いたくなっちゃうのよ。だけどまあ言ったらそんなんね、ダメなんで、いろいろやっていくのでね、よかったらさきのちゃんのインスタフォローしてあげてください。はい、じゃあ毎日メイクを始めていきます。ちなみにこんな感じです。深い感じです。じゃあね、最後まで見てってください。それではスタート。はい、じゃあメイクしていきます。今日焼け止めだけ塗ってる状態で、スキンケアの後に乳液みたいな感じでこちらを使いました。SK2 のアトモスフィアエアリーライト UV クリームです。日焼け止めの美容クリームなので、本当にスキンケアみたいな感じで使えて、色とかも全くつかないんだけど、 SPF50 プラスの PA が4プラスっていう最高値のやつですね。最近これを使ってます。そしたら使っていくのはこちらです。もうね、これね、見た目が大好きで買ったんですけど、中身もすごい優秀で大好きな商品です。ジルスチュワートのエアリーステイフローパウダーファンデーションです。これが SPF22 の PA が2プラスです。固形のファンデーションなんですけど、これがねめちゃくちゃ崩れないし、なんかサラッとした使い心地でかなり私には合ってましたね。これをすごい楽ちんなんですけど、いつもここら辺が一番カバーしたいので、ここをメインにこうスッて塗っていくと滑らかでめっちゃ伸びがいいし、もう一気にこうマット肌に仕上げてくれるんですね。で、目のこの周りには塗らないようにします。まだこれ最後にポンポンポンってやるんですけど、まだちょっとここはクマを隠したい時があるので、そこはコンシーラー、なんかパウダーの後にコンシーラーを使ってしまうとちょっともろってなりやすいかなと思ったので、まあ、こんな感じでねベースを仕上げていきます。ほんとちょっとの少量でね、ファーって伸びてくれて、めっちゃ均一の肌にしてくれるから、すっごい肌が綺麗に見えます。毛穴とかも全然わかんないぐらいね隠れてくれるんですよ。コンシーラーを使っていきます。これすっごい太いんだよね。で、この目の下の赤いところとかを消しつつ、こんな感じです。結構綺麗に赤みとかを取れましたね。もうこの上からファンデーションはいらないぐらいサラッとしてるコンシーラーなので、まあ、夏に向いてるかなって感じです。アイシャドウはアーバンディケイのバックトークを使っていきます。アイシャドウと鏡がついています。じゃあまずね、自分に合ったメイクを見つける方法はありますかっていう質問からいきたいと思います。なんか自分に合ったメイクとかっていうのは、ここ3年間ぐらいでやっとちょっと見つけ出したんじゃないかなって思ったぐらい、髪型だったりとかそういうの本当に見つけるの難しいから、もうやっていくしかないと思います。もうとにかくいろんなメイクに挑戦するとか、まあ、これ似合わなかったら似合わなかったですごい勉強になると思うし、とりあえずやってみて似合ってなかったりとか評価が悪かったらもうしないってことをやるとか、なんか結構やってみることがすっごい大事だと思います。何でもあと努力していろんなメイクとかも研究したりとかしてやってみて、合わないなと思ったらやめて、またちょっとこれを黒だったらちょっとブラウンにしてみようとか、そういう風に研究してったりとかしたら、絶対自分がこうしっくりくるというか、あれこれ漏れてるっていう時とかもすごい出てくると思うので、そういう風にやってみてはどうでしょうか。とにかくやるっていうのが一番大事だなって思いますね。もう絶対自分の過去の写真とか見た時に 100% やばいこのメイクとかこのヘアスタイルやばいっていう風に思うのはもう絶対なんで、もうそれを経てみんな上手くなっていくんじゃないかなって思ってます。で、次、さきのちゃんが可愛いと思う女の子の特徴2020年夏バージョンは、だって。面白いこの質問。私が可愛いなって思う女の子は、ちょっと濃い色を入れていきます。私はね、可愛いなって思う子は、そう、ちょっと今年結構変わったかも。その2020年バージョンにのっとって喋ると、昔はね儚そうな女の子が好きだったの結構。
でも今年はなんかすごい海外セレブっぽい、なんかすごい日焼けしてて、なんかゴールドのアクセと真っ白なワンピースが似合いそうな、ちょっとギャルっぽい女の子っていうのかな、セレブリティなギャルっぽい女の子がめっちゃ可愛いなと思ってて、まあ性格とかはやっぱり明るい子が好きですね。明るくて、なんかもう明るすぎてどうでもよくなるぐらい楽しい話ができる子が好きです。もともと結構周りにそういう子が多いし、なんかそういう子に限って仕事すっごい頑張ってたりとか、ちゃんと信念があったりとかするから、そういう子が好きですね。ケムケム？ケムケムが起きてきた。お気に入りの香水を知りたいですっていうあれが来てました。でさ、香水紹介をねやろうと思ってて、今なんか、ね、新しい香水がもうそろそろ来るんですよ家に。だからそれが来てから紹介しようと思ってて、なのでねちょっと待っててほしいなと思うんですけど、ちょっとはい、アイライナー、ジョンセンムルのジェルライナーを使っていきます。こういった感じのジェルライナーなんですけど、ここですね、目をこうつってる感じで入れていきます。アイシャドウとの相性がめっちゃいいから、描いてるのに馴染みがいいっていうのがねすごい私の大好きなところです、ジェルライナーの。はい、アイシャドウとアイライナーはこんな感じです。すごい可愛い、なんかちょっとピンクっぽいんだけどくすんでる感じにしたくって、最近はこういうのが多いですね。で、あとねこういうのだとね、なんか2色しか使ってないのにすごいいいんだよね、なんか馴染みが。だから好きです、私は。じゃあ次、さきなちゃんの座右の銘は何ですか。これこの前も答えたっけ。もうなるようになるです。もうとりあえずなるようになると思ってるから、なるようになってきたし、あとね私は運の良さだけで生きてきた感じはある。勘の良さと運の良さだけで生きてきた感じがあるので、まあそこかな、まあ、なるようになってくるって思って生きる。ビューラーをします。こちらを使います。ランコムのグランディオーズのブラックを使っていきます。美のモチベーションが上がりきりません。さきなちゃんはどうやってモチベを保ってますか。いや、これめちゃ難しいですよね。なんかさ、もうコロナがあった時に全然外に出ない、誰にも会わない、なんか家の中だけってなると、もう本当に自分が良くなくなってるのが分かったからね。そっからなんかこう、やっぱ人に会うイベントっていうのかな、ちゃんと生で自分のことを見てもらうイベントとかっていうのがすごい少なくなってるから、それがね結構私の中でもモチベーション難しくってね。撮影とかがやっぱりこうあったりとかしたから、その時はまあちょっとモチベーション上がったりとかするけど、こうみんなと分かち合ったおしゃれをしないと私は結構テンション上がらないので、それこそなんか好きな動画を上げてる時とかは結構私はなんかモチベーション上がるかな。はい、こんな感じでーす。グランディオーズのマスカラはなんかもうめちゃくちゃボリュームが出るし、長さも出るし、なんかゆっくりと使っていくのが私的にこれはうまく使えるコツかなと思ってます。結構ねガサ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 ってやるのもいいと思うんだけど、なんかミヨーンミヨーンって伸ばしていくイメージでやるとすごく伸びます。じゃあ次にラメを足していきます。ホリカホリカのマジカルグリッターを使っていきます。10番を使っていきます。で、次の質問、ラクスの AW の新作は出ますか。だって、出ます。ラクスは今秋冬のものをなんかいろいろ探したりとかしてるので、その時になったらまた告知しようかなと思ってるし、撮影の現場とかをさ動画で回したりとかするのも結構楽しいんじゃないかなとか思ったんで、あんまり見る機会なかったりとかするじゃないですか。だからね、今度ちょっと撮影現場とかもね載せてみようかなーなんて思ってます。ラクスのねカメラマンやったのは私の弟なんですよ。実は今回やってくれたのは弟でね、めっちゃ楽だった。なんか私が弟を雇って、弟だからめっちゃ言いたいこと言えんのよ。まあ、カメラマンさんのなんかこう思考があったりとかやっぱりするから、撮影の時とかでもんって思ったりとかする時とかたまにあるわけ。自分の撮り方とか、これはちょっとみたいな感じのブサイクなショットとかもあったりとかするんだけど、弟だったから、いやこれはブスじゃんみたいな、これは違うじゃんとか、そういうのも言えたからね。でマネージャーさんも一緒にいて、まあ、それもなんかこうみんなで言えたから結構楽だったんですけど、 AW は私の好きな季節なのでめっちゃ楽しみです。なんかねすごい可愛いのがよかったら楽しみにしてください。じゃあリップはこちらです。クリオのベールティント8番です。これこのカラーがすごいなんかね落ち着いててめっちゃ好きなカラーだったんで、このリップの色なんかすごい栄養ドリンクじゃないけど、なんかスポーツ飲料とかでありそうななんか匂いがする。これね結構薄付きにね唇とかも透けてくれるのに発色めっちゃいいから、私はすごい好きなリップなんですよね。じゃあ続いて、コンセプトが好きなコスメブランドはありますか。めっちゃある、いっぱいあるんだけどね、やっぱコンセプトって聞いたら私は一番に思い出すのはトゥーフェイスドですね。トゥーフェイスドはやっぱりめっちゃ可愛い。
これもそうなんですけど、ポール&ジョーとかもすごい好き。だからラデュレとポール&ジョーは絶対内通者に鳥好きがいるからって思ってる。なんかすっごい鳥のデザインが多かったりとかするじゃないですか。なんか絶対鳥好きがいると思ってめっちゃ大好きなブランドです。はい、こんな感じでメイクは完成しました。私最近チークはねマスクするじゃないですか。だからここが擦れちゃって肌がね赤くなっちゃうので、マスクついたところだから変にここの線がすごい目立つ感じがするからね、つけてないんですよね。メイク完成です。なんだけどもうちょっと質問に答えようかな。せっかくこう送ってくれた方がねいっぱいいるので、一人暮らしの部屋を決める上での譲れないポイントを聞かせてほしいです。参考にしたいって書いてあります。この子は多分あれですね、引っ越したりとか一人暮らしするのかな。一人暮らしの部屋を決めるポイントで私が絶対譲れないなと思ったポイントは、白い部屋っていうのが絶対でしたね。床が真っ白っていうのがすごい良かったところですかね。絶対的にそれは欲しかったポイントと、都内にこう引っ越してきて多分駅地下とかはそんなに考えてなかったんですよ。なんか相談したりとかしたら、都内はタクシーで移動した方が早いから、確かにそうなんです。すっごい遠回りしたりとかするから、タクシーの方が早いところと電車の方が早いところはちゃんと調べてそういう風にするようにしてるけど、なんか確かにそうかもと思って、あんまりそういうところは気にせずに、部屋の感じとあとなんか入った時の雰囲気とかすごいわかるかも。なんかね、いろいろ部屋見たんですけど、入った時になんかあんまりこう爽快じゃない気持ちになるところとか本当にあるんですよ。なんかうんみたいな、こうどうなってんだろうみたいな感じのところは絶対選ばないようにするといいと思います。最近顎の治安が悪いんですが、顎の毛穴ケアやニキビケアはどうしてますか。これね絶対マスクだよ。私もだもん。なんか今までこんなところにニキビだったりとかっていうのはなかったのに、最近になってすごい出てきたのは絶対マスクだと思います。とにかく保湿することと、マスクしてるときは汗かくじゃないですか。汗かいたらちゃんと拭き取ることをするかな。トイレとかでもいいから個室のところで入って取ったりとかして、肌の治安を戻してあげる感じが大事かなと思ってます。咲乃ちゃんがもし一般人だとしたらどんな進路選択をしていたと思いますか。だって私結構二十歳超えて思ったのは、家が好きだから家の仕事をしたかった。家を売る人、なんて言うんだろう、不動産関係に就きたかったかもしれない。めちゃめちゃ高級なお家をちゃんと説明できてちゃんと売る人になりたかった。で、仲介手数料めっちゃいただく人になりたかったかなって思います。好きな人と初ドライブデートをすることになりました。ありがとう。崩れにくい髪型とメイクを教えてほしいです。だってこれメイクはまあ崩れない、メイクって言ったらなんかこう下地とかが大事になってくると思うんですけど、髪の毛はね、ドライブデートだから車乗るってことでしょ。ポニーテールとあとハーフアップはやめとくべき。大体ねサイドに来る髪の毛、まあ例えばツインテールだったりとかお団子とか、ここのお団子とかそういう髪型にしとくべきで、最高なのはまあおろしの髪の毛が一番いいと思います。頭にさあれが当たるじゃん、シートが。それでめっちゃ髪の毛崩れると思う。何回もなんかこう思ったことあるんだよね、車乗っててゴンみたいになる時に。で撮影あったりとかするととか思って、まあタクシーとかもそうですね、そういう風に思うこと多いので、髪の毛はおろしかサイドに来る髪の毛の方がいいと思います。黒髪でも垢抜けられる方法は、医療系大学だが髪染められない。私も今すっごい髪の毛暗いですけど、なんか私は髪の毛を茶髪にした時よりも黒髪の方が垢抜けて見える体質だったんですよ。一回ちょっとねこう髪の毛染めたことない子も一回染めてみると、あ、全員が全員茶髪にすると垢抜けるわけじゃないんだってすごい思うこと多いと思います。黒髪だとしても眉毛はツートーン明るくするとか、あと前髪がめっちゃ昔厚かったので私も、だけどそれをシースルーにするとか、あとリップは自分に合った色と、あと抜け感を意識するとか、あと肌がマットすぎると少し黒髪だとなんかこう重く見えちゃうので、肌にちょっとツヤ感を残すとかそういうのをやった方がいいかなって思います。テンション上げたい時何してますか。だって私テンション上げたい時は、でもねやっぱねおしゃれするっていうの大事かも。メイクして可愛いヘアアレンジして可愛いお洋服着てっていうのをするとやっぱなんかこうシャンとするしテンション上がります。自信持てるから人の顔見て喋れるすっぴんだとなんかすいませんブスでみたいな感じになっちゃうから。注目してるアイドルや綺麗だと思う芸能人を教えてください。もともとアイドルだったのにアイドルにそこまでがこうなんか詳しくないからわかんないんですけど、初めて最近 TWICE さん
を見たんですよ。まあみんなすっごい可愛いな、全体ね。でもすっごい可愛いと思ったのは、みなちゃんがすっごい可愛いと思いました。日本人の方ですよね。なんかおしとやかな感じとか、でその時はなんか食べてる動画みたいなやつを見てた時、すっごい食べ方が綺麗だったし、そういうとこ見て、ああ、可愛いって思っちゃいました。だから一応推しですね。トワイスさんの中では。じゃあこれが最後、落ち込んだ時、どうやって立ち直りますか？だって。これはね、もうね、時間が解決するのと、あともうひたすら寝る。私はもう美味しいもの食べて、もう寝るってことをします。寝るっていうか、もう嫌なことあると私なんかね、脳がね、勝手になんか眠くなるんですよね。なんかその場でも倒れれるぐらい眠くなるんですよ。私嫌なことがあると。あ、無理、眠いと思って。寝ちゃうっていうか気絶だよね、もう多分。脳が多分やめようとして、私のこと眠らせようとするんだけど、嫌なことあるともうひたすら寝てます。なんかなんかわかんないけど、すんごい眠くなるから寝るってことをやってます。あとやっぱりでも友達と会ったりとか、あとひたすら美味しいもの食べたりとか、買い物したりとか、なんかお金かけると結構楽になるかも。なんか欲しいものを買ったりとか、食べ物にめっちゃお金かけたりとか。そういう感じですかね。だからそういう時には散財するのが逆にいいかもしれません。なんかあの気力とかにもなるしね。うん。そういうのがおすすめです。私的にはね。はい、こんな感じで私の8月の毎日メイクでした。どうだったでしょうか。結構質問とかにもいろいろ答えたし、答えられなかった質問とかもあったので、今度なんか質問動画とかちょっと久しぶりにやってみようかなって思います。ちょっと。あんまりこう自己紹介的なことをやってこなかったので。どう思いますかね。ちょっとよかったらコメントください。はい、こんな感じで私の毎日メイクでした。この動画楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter と Instagram もやっています。説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。